ところがね、もう少しねサイドへ出る動きも使って正面に立たない方がいいかも分かります、とはあいいことですよね。なるほど、ええ、ナイスファンデーションやってました。カウンターです。踏み込んできたところ当てます。2歩入ってくるような感じです。ここまで見る限りにはゴンサレスを KO したっていう自信が新しい西岡が作ってる感じがしますけどね。なるほど、これまで2連続 KO 勝ち、KO 防衛を続けている西岡俊明。前回あの強豪を非常にナイスファンデーションアッパーを下しました。アッパーが入ります。そしてイダラゴット頭を当たった。いいですね、エルナンデス左をやっぱ打ち込んできたみは非常に成熟した安心するものがありますね。いいパスが出ました。踏み込んだ感じです。今の入り、動物ダイブ右から左フォローしていきます。届きません。またボディ、これよくきます。何発目でしょう。エルナンデスは西岡君ですよね。闘牛士のように相手が入ってくるところ、うまくさばいてますね。おお左フォー捉えました。グレッチします。スタートに西岡選手の要望で、うん、ちょっと頭の中見ましたもんね。なるほど、冷静です。第3ラウンドです。 WBC 世界スーパーバンタムで、防衛に成功しています。おお左この襲いかかってきました。いろんな角度から来るから読み切りですね。そうですね、また入ってきました。まあ、ただ今西岡選手冷静に全部対応してますからね。ボディを打ちます。左から右フォローしていきます。ちょっと低いぞとお互いに注意がありました。ラストいきます。せーの、ラストいきます。ナイスカウンター、ナイスカウンター、いいカウンターでした。引っ張ってきましたね。浜田さんちょっと浅かったんでしょうかね、それほどこの西岡の左は威力があります。もう一回ボディから組み立てることですね。あ、なるほど、パーンとストレート打ってきたですよね。あれだけ入りますと西岡もどうしても狙いたくなりますよからね。第3ラウンド終了です。浜さんどうですか。西岡10対9です、はい。西岡陣営は相手のラウンド、このコーナーをずっと注視してるんですけども、あと終わりなのか。顎の骨折れたかなんか、ね、かもしれないですね。あの左の一発、あ、相当今インターバルで嫌がってたんですよね。試合終了です。顎がイバン・エルナンデスギブアップ、防衛ですよね。